皆さんどうもこんにちは。今回もピクミン4の続きからやっていきます。前回は冷凍庫の洞窟に入ったんだったな。赤ピクミン専用の凶器を持って大暴れしたわ。ダメビな。引き続きこの洞窟を攻略していこうと思います。あ、岩ちゃんの花だわ。どこかに硬い壁でもあるんじゃないか。岩ちゃんと赤ピクミンの2体制ですもう。焚き火の近くは暖かいですね。もう焚き火の前から離れたくない。種火を持っている間も寒さをしのげそうです。よし、じゃあ焚き火台に点火だ。種火を持っているピクミンを選択して。はい、暖かくなりました。凍ってるけど種火を持ってるピクミンじゃないとダメだったわ。一撃破壊かよ。めんどくさいけどでかいの倒しちゃいましょうか。おっつ、2匹飛んでない。飛んでた。じゃあ目覚めの頭突きお願いします。手慣れたもんだぜ。その後なんとかファイナルフロアに到着しました。ドライアイスとか瓦とか障害物が大変だったわ。ここにも焚き火台があるってことは使うんだろうな。まずはあの凍った水こんにゃくを破壊。さらに焚き火台に点火。これで少しは寒さが軽減するわ。それはいいんだが、今回はどんなボスが相手なんだ。氷のボス。すごい雑。うわぁ、なんか出たぁ。あ、種火が当たった。やった、間がなくなりましたよ。適当に種火を当てたんだけど、これが正解だったんだね。狙ってない時の方が当たるんじゃないか。ほんとだー。ウプ主はそういうやつだから。それにしてもとんでもない霊気ね。なんとか種火を当てないと。おやー、ようやく当たったわ。これで攻撃できるわね。こいつよくも冷やしてくれたな。ピクミンどもそいつを叩き落とす勢いでやっちまいな。逆に叩き落とされたわ。あ、もしかしてピクミンたちのスピードを上げれば素早い動きで攻撃できるかも。オッチンも加速よ。よく動く的にはいい作戦だな。種火を持たせて、素早く回り込んで、投げつける。よっしゃ、作戦大成功。でもせっかくの焚き火が消されちゃったわ。何するんだこらー。よし、かなりのダメージを与えてやったわ。オッチン、大丈夫か。今骨を上げるからしっかり。あー、危なかった。あ、間違って骨投げちゃった。何してんだ、もったいない。こいつ、わざと焚き火を消していってるわね。なかなか頭を使ってくるじゃねえか。こっちの種火なら無事。ここからまた点火していくよ。これで元通りだ。最後にこいつにも点火だ。あれ、眉が壊れない。いつの間に頑丈にしてたんだ。氷ピクミンなら破壊できるのか。できた、これで攻撃できる。うおー、叩けー。あと少し。やったー、無事に倒せたね。もう寒いのは当分ごめんだね。さあ、もろもろ回収して地上に戻るわよ。それでは引き続き地上の探索に戻ります。今回こそオリマーの手がかりを見つけたい。ああ、今のってもしかして氷ピクミンのオニオン。こんなところにあったのか。そりゃ探してもなかなか見つからなかったわけだ。これで氷ピクミンを安定して増殖できる。氷ピクミンに出会ってからオニオン回収まで随分時間がかかったわね。ほんと、もう見つからないものだと思ってたよ。皆さん聞いてください。金庫の中からオリマーの匂いがするのかと思っていたのですが、なんと金庫の下に匂いが続いていたようです。金庫の中じゃなかったのか。それなら面倒な鍵の手がかりは後回しでもいいわね。ということで早速この周辺の捜索を始めたいと思います。ねえ、周りを探してるんだけどオリマーがマジでいない。でも確かに匂いはこの辺なんだけどな。とりあえずトランプを回収したけど、シェルターにもこんなマークがあったような。シェルターって金庫のことか。ああ、もしかしてこのトランプの数字が鍵なんじゃない。ああ、なるほど、それだ。とにかくトランプを探して集めよう。ようやくわかった。この中にオリマーが。開け、ゴマー。ずっとここにいたのか。あの葉っぱ人です。シェルターに隠れていたということは、やっぱりこの人がオリマーさん。よく、ここを、見つけたな。さあ、最後の腕試しだ、ついてこい。これに勝てば潔く救助されてくれるんだね。なんとしても勝たなければいけないな。あ、あの犬も一緒に。あ、例の犬が。彼がオリマー氏だとしたら、力ずくで連れて帰るしかなさそうだな。負けるわけにはいかない。お前腕前、とても素晴らしい。どちらの段取り力が上か、決着つけよう。決着。おっちん、絶対勝とうね。当たり前だ、あの犬なんかに負けねえぞ。どうだこの差、
手段選ばず妨害しまくり。この暗号、どうだ、こら。何の戦いなんだ。オリマー、あんたを回収させてもらうわよ。なんだと。終了。やったー、オリマーに勝ったよ。危うい場面もなくよくやったわ。ついにやりましたね。私の完全な負け。君のような段取り力があれば、私も故郷へ帰れたかもしれない。私は、キャプテン、オリ、まあ、妻と子供たちに、会いた、かった。会いたかった。今オリマーって、やはり、この葉っぱ人がキャプテンオリマーで間違いないようです。レスキューキャンプに連れ帰って元の体に直してあげましょう。了解。一緒にいる犬は、どうする？このまま放置しておくわけにもいかんが。ふん、お前ら信用できるか。ああ、行っちゃった。オッチンのせいじゃないでしょうね。もともとあいつから攻撃してきたんだぞ。しかない今はオリマーさんの救助が先です。ミーさん、洞窟からの脱出をお願いします。わかった、すぐに戻るよ。今日はとうとうオリマーさんと思われる葉っぱ人を保護しました。よし、ここまで本当によくやってくれたな。でも、薬のストックはないよ。忘れてた、夜勤があったんだ。よし、明日からは夜の探索だ。任せたぞミー、オッチン。ってことで夜勤頑張ってね。夜です。すっかり夜です。葉っぱ人復活のために労働頑張ってくれよ。久しぶりだからちょっと忘れてるけど大丈夫だよね。そんな笑顔で言うことじゃねえ。光ピクミンの上限って増えないのかしらね。このピクミンは特殊だからな。どうだろう。光塚をとにかく朝まで守ればいいんだろ。それなら原生生物どもが来るまでサボっててもいいよな。言い訳ねえ。原生生物たちが騒がしくなってきたよ。よし、本格的に労働開始だね。はあ、早く朝にならねえかな。皆さんどうもこんにちは。おなじみアミーだ。あら今回はあの紫バカはいないのかしら。なんか用事があるんだとよ。なんだ、いつも暇そうなのに珍しいな。今日は闇お姉ちゃんだからなんか安心できるわ。あら、ここってコロシアム。そうだ。今回は、前回主がやったワンパンモッドで、より強いモンスターどもと勝負するぜ。ワンパンモッド。説明しよう。ワンパンチでどんな強力なモブも倒してしまうという恐ろしいモッドなのだ。やばいモッドなんですね。それじゃあ早速やっていくぜ。あれって主だよな。ああ、ウプ主だな。なんであんなところにいるのかしら。もしかしてお姉ちゃんが闇お姉ちゃんと戦うつもり。私が主と戦う。おい主、どういうことだ。お姉ちゃーん。あ、これウプ主じゃなかったわね。ちょっとイラッとしちまったぜ。本物じゃなくてよかったー。霊夢さん、さっきのお姉ちゃんじゃないってどういうことですか。ああ、あれは前にも出てきたウプ主ロボよ。ウプ主ロボも簡単に倒せちまうな。それはどうかな。この声は。あっは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 。さすがの闇ちゃんもこのミー軍団には勝てないでしょ。お前これを揃えてたから来なかったのか。ふっふっふっふ。頑張りたまえ。完璧悪役じゃねえか。ワンパンで一人ずつ倒していくぜ。このお姉ちゃんロボは強いんですか。まあな、あいつもワンパンでこっちを倒してきやがるんだぜ。めっちゃ強いじゃないですか。だから一回でも攻撃を食らったらアウトよ。攻撃を食らわねえように気をつけねえとな。大丈夫よ、闇ちゃんなら。おらー、虫ロボー。あ、このグローブはゴッドグローブだっけ。ひー、殴って雷で追い打ち。大抵のやつは殴っただけで死ぬからオーバーキルだな。こりゃ大人数相手だと骨が折れるぜ。まあ、このグローブは HP が膨大なでっかい化け物に適してるからね。よっしゃー、ウプ主ロボ撃破だぜ。次は一体どいつが相手だ。マイクラには凶悪なモブがたくさんいるからねー。次は見たことはあるが直接対決したことねえやつが相手だぜ。誰かなー。キング。ああ、次のお相手はワスポーンモッドのザ・キングが相手だぜ。これはさすがに。おい今倒したのってあの凶悪なキングだよな。ええ、あのキングよ。キングもワンパンで倒しやがった。以前やったマイクラモブ最強決定戦では、あの巨大クリーパーですらワンパンできなかったのに。闇お姉ちゃんすげえ。それじゃあお次はキングとクイーンの2体相手にするぜ。はぁ？2体。むちゃくちゃなんだぜ。よし、準備は整った。あとはあいつらをまとめて倒すだけだぜ。
ヤミちゃんが戦ってるの見るとキングたちが弱そうに見えるわね。ひぃ、凄まじいわ。よし、クイーンは倒したぜ。あとはキング、お前だけだ。すごい。まさか2体同時に戦ってワンパンで倒しちゃうなんて。本当にこのグローブってすごいものなんですね。これは怖いものなしだぜ。なんだカメか。もっと驚いてー。こいつは絶対にぶっ飛ばせるだろうな。瞬殺ですね。ああ、自分も炎で。ちょっとバカしい装備をつけさせてもらったぜ。いいなんてレベルじゃねーな。その代わりに大分でかかってきてもいいぜ。おお、負けるかー。さっきは互いに倒れたから引き分けね。さあ果たして強力装備と亀の大分はどっちが強いのか。さっきのロボープ主との戦いもそうだが、このグローブは単体攻撃しかできないのが痛いぜ。一方亀は凄まじい炎攻撃をバンバンしてくるわ。動きが遅いから横から攻撃してやる。いてぇ、亀。ちょ、中継でゴリラ入ってきたんだけど。亀、もっと攻撃するんほ。これでもかなり炎吐きまくってんだよ。まったくどうしようもないよほ。お前の顔が一番どうしようもないわ。何言ってるのかわかんないけど、まあとにかく頑張るんほ。あのゴリラ一体何しに来たんだ。何しに来たんでしょうか。ちょ、闇ちゃんがクッパの炎攻撃を食らってないわよ。ああ、これか。これはクッパを倒すと手に入るスターを使うことで無敵になれるんだぜ。ってことは俺様が闇を有利にさせてるってことか。まあ、そういうことだな。うおー、どうやったらスターを落とさずに死ねるんだ。諦めなさい。しようよ。悲しみのおですね。お前で最後だ。お次は超巨大エンダーマンとの対決です。おいおい、超巨大シリーズは、前回ウプ主が超巨大クリーパーを殴りまくったけど、全く効かなくて諦めただろうが。なんか今回はいける気が。え？おい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 、こりゃどうなってんだ。あ、ミスって出しちゃったゴーレムがいるからかも。でも、前に巨大クリーパーと巨大ゾンビ同時に出したけど、クラッシュなんてしなかったけどな。何か別の原因があるんでしょうか。とにかくあのでかいエンダーマンをぶっ倒す。ヤミちゃんならきっと勝てるわよ。とやー。何この強さ。こいつに対抗するための最強装備をつけたぜ。ハートの数半端ねー。こんなハートの数見たことないわよ。移動速度も半端じゃねー。これなら対等に戦えるわよ。パンチして倒せさえすればな。どうしたんだ。一体何が起こったのかしら。こいつ相手だとバグってばっかりだな。試しに殴ってみるぜ。倒した。ワンパンで倒せたんだぜ。超巨大エンダーマン、ワンパンで倒したわよー。ついでに中くらいサイズも倒してやったんだぜ。これはさすがに厳しいんじゃねえかと思ってたけど、まさか本当に倒せるなんてな。いや、こいつはウプ主で検証済みだろ。主がダメでも私だったら倒せるかもしれないぜ。そうよ。おい、またかよ。あ、倒した。だいたいこの仕組みがわかったわ。ああ、私もなんとなくわかったんだぜ。ワンパンチで倒せる代わりに、敵が消滅する前に高確率でマイクラが落ちる。なるほどな、なんか倒した瞬間しっかり見れねえのが嫌だな。でもウプ主にはできなかったことが闇にはできたんだぜ。よ、日本一。元気出すんほ。今回戦った相手を全てワンパンで倒しちまったぜ。このグローブ、本当に恐ろしいですね。きっと倒せないモブはいないわよ。そうだな、腕に自信があるやつはかかってこい。なんだ、急に暗くなったわ。あれは。うわぁ、青鬼。あれ、なんか触ったか。腕に自信があったから早速突っ込んできたんだろうな。見事に返り討ちにされたわよ。皆さん、ワンパンチで倒してほしいモブがいましたら、ぜひぜひ教えてくださいね。誰にも負けないぜ。次は私がいいところを見せてやるー。